男の子が大好きな青木さやか先生。けれど中には嫌いなタイプもいるようで。おはようございます。おはようございます。おはよう。また遅刻。あ、すみません。逮捕しちゃうぞ。じゃあレッスン始めましょうか。はい、今日は猫踏んじゃったをやるけどいいわね。はい、はい、じゃあまずこうきくんから、はい、やってみましょうか、はい、せーの。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んづけちゃったら引っかいた。いい。なんか猫を踏んづけてしまった悲しみがよく出てる。あ、ありがとうございます。じゃあ次田口くん。はい、せーの。猫ひっかいた、猫ひっかいた、猫びっくりしてひっかいた。ねえ、先生もひっかき回したい。すごくいいわよ。ありがとうございます。じゃあ次カメ。はい、せーの。猫踏んじゃった。ね、ダメ。なんかね、歌にポリシーがない、才能がないわよ。あんたね、もうニャーだけ言ってて。いや、そんな。ニャーだけ言ってればいいの。ニャー。ニャー。じゃあ最初からやりましょうか。はい、はい、はい、いくわよ。はい、せーの。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んづけちゃったら引っかいた。ニャー。猫引っかいた、猫引っかいた、猫びっくりして引っかいた。ニャー。ちょっと、あんたのせいでタイミングずれるじゃないの。いや、だって先生が。にゃ、あんたはね、猫の気持ちが分かってないからちゃんと発声できてないのよ。こうやんのよ。にゃにゃ、威嚇して。にゃ、猫だ、猫へ。つまんねえ。もうやる気ない、やる気ない、もうやれない、やれない。じゃあ、はい、ね、二人ともさ、はい、うちにプライベートレッスン来ない？あ、はい、ね、じゃあ、はい、この前の夜すごかったでしょ。すごかったです。ごめんね、長くてごめんね。大丈夫です。ドン・マイケル。